はい、皆さんこんにちは。ミスチルの部屋へようこそ。管理人の T です。T です。ということでございまして、今回の動画はミスターチルドレン30周年アニバーサリーツアー半世紀へのエントランスについて動画をアップしていきたいと思います。で、今現在動画を撮影しているのは2022年4月23日13時7分ということになっております。ということはですよ、本日が初公演の日となっております。おめでとうございます。おめでとうございます。ミスターチルドレンの皆さん、この日を迎えられて本当にね、ファンの一人として嬉しく思っております。皆さん、私だけじゃなくてね、他のこの動画を見てる皆さんもそんな風に思っているんじゃないかなと思います。そしてね、今日ね、そのこの時間になったら、もう13時7分なんで、この時間になったら、その福岡ペイペイドームの周りには、たくさんの人がもう集まっていてね、記念の写真の撮影をしたり、それからグッズを買ったりね、あと、どんなこう演出をしてくれるんだろうなとか、どんな曲歌うんだろうなとか、桜井さんは MC でどんなこと喋るんだろうな、みたいなことをね、考えながら、ドキドキ、ワクワクしている人がたくさんいるんじゃないかなと思っております。私もその一人なんですけども、まだ家です、ということですね。はい。まあ、私はまあ、福岡ペイペイドームに行くわけではありませんけれども、そういうことです。でね、この動画を見てる人には、その、会場でね、こう、早めに来た人なんかは待ちぼうけを食らってるというか、もう先に写真撮影しちゃったりとか、あとね、グッズを買っちゃった人なんかは、ちょっと時間が余っちゃうな、なんて人もいると思いますのでね、まあ、この動画を見ていただきましてね、時間を潰していただければと思っておりますし、まあ、今後のね、参考にしていただければいいかなというふうに思っております、ということですね。ということで、今回もこのホームページを見ながらね、話をしていこうと思っております。はい。まあ、今回もノー編集なんでね、嫌なところは、自分でスキップしていただければと思います。まず、福岡ということで、4月23日、そして4月24日、いずれも福岡ペイペイドームで開催されます。4月23日土曜日の方はですね、会場が15時、開演が17時からというふうになっておりますので、皆さんね、遅れないようにしてくださいということです。それから24日の日曜日の方はですね、会場が14時、で、開演が16時というふうになっていて、土曜日と日曜日は、時間が違いますんでね、皆さんここ間違えないようにしていただきたいなと思います。そしてね、やっぱり会場の周りっていうのは混雑する可能性もありますので、皆さん、時間と、そして心にゆとりを持って行動していきましょうね。はい。で、次は愛知県ということで、これはね、2022年5月3日火曜日と2022年5月4日水曜日に、いずれもバンテリンドーム名古屋で開催されます。まあ、いわゆる名古屋ドームですよね。はい。で、5月3日火曜日の方は15時開場、17時開演というふうになっています。5月4日水曜日の方は会場が14時。開演が16時となっております。こちらも時間が違いますので、皆さんね、間違えないようにした方がいいですね。はい。まあ、早めに行く分にはいいんだけども、開演が17時かと思って、今日17時ギリギリに行っちゃうと、もう始まってるっていう風になっちゃうので、皆さん注意しましょうね。次に東京。東京は5月10日火曜日、そして5月11日水曜日。から東京ドームで開催されます。火曜日の方は会場が16時、開演が18時ということで、またこれね、福岡と、それから愛知県と、またこれ会場の時間が、そして開演の時間が違いますんで、十分な注意が必要です。そして、5月11日水曜日の方は、会場が16時、開演が18時ということで、これはですね、2つとも同じ時間に開催されるよということです。その次が大阪です。大阪ということで、5月21日土曜日と5月22日日曜日に京セラドーム大阪で開催されますということで、土曜日の方はね、会場が15時、そして開演が、17時というふうになっていて、日曜日の方は会場が14時、開演が16時と、こちらもね、日によって、会場と開演の時間が違いますんで、時間を、間違えないようにした方がいいかなというふうに思います。そして、ここからはスタジアムになりまして、神奈川県ですね。これ、日産スタジアムで6月11日と、そして6月12日に開催されるよということですね。で、こちらはいずれも会場が15時、そして開演が17時となっております。次、大阪。
大阪、これはスタジアムですね、大阪のヤンマースタジアム長居ということで、6月の18日土曜日と6月の19日日曜日に開催されます。どちらも会場が15時、開演が17時となっておりますので、皆さん間違えないようにしていただければと思います。はい。あとね、今やっぱりコロナウイルス、新型コロナウイルスがまだ感染がね、なかなかこう落ち着かないということで、あのホームページの方にも新型コロナウイルス感染症対策と会場内での注意事項ということがありますので、必ずねこちら読んでいただきたいと思います。一応ね読んでおきますか。はい。まずは新型コロナウイルス感染対策と会場内での注意事項ということで、これ絶対守ってください。これね、守らないと、あの会場にいる皆さんだけじゃなくてね、ミスターチルドレンの皆さんにもご迷惑かかってしまう可能性がありますので、あの必ず守るようにしてくださいということです。まずはソーシャルディスタンスを取りましょうということです。なんでね、ソーシャルディスタンスを取るという観点からも、やっぱりこう席と席はね、こう離れてるのかなと思いますね。だから収容人数なんかもいつもよりは少ないのかもしれないですね。はい。あとは整列時の会話は控えてくださいということですね。はい。次は席エチケット。まあ毎日ね席をしてしまう場合、まあコロナウイルスじゃなくてもね、ただの風邪とか、そういったところでやっぱり別な感染症の、あの感染につながっちゃう可能性もありますので、席エチケットっていうのはしましょうと。一番いいのはこの絵みたいに、この袖のところでね口を覆うっていうのがいいみたいですね。はい。あとはね、常時マスク着用ということで、まあ今福岡の気温がどのぐらいかわからないんですけども、ちょっと暑いかもしれないんですけどね、やっぱりこの新型コロナウイルスの感染対策、としてね、必ずマスクはつけていただきたいと思いますし、あと会場の中でもね、あのしっかりとマスクを外さないようにしていただきたいなと思っています。はい。あとは手指消毒ということで、多分ね会場の入り口なんかには消毒するところ、あとはもしかしたら検温するところ、そういったところもあると思いますんで、必ずねこういったところは徹底してほしいなと思っています。あとは歓声禁止。やっぱりね、ライブに行くとね、大きな声で歌ったりとかさ、あとは桜井さんとか、まあ、メンバーが出てきたら叫んじゃうたりとか、まあ何花火みたいなボーンってなるじゃないですか、たまに。ああいうのやると大きな声でこう叫びたくなっちゃうんだけれども、今回は申し訳ないけれども、この新型コロナウイルスの感染、対策ということでですね、この感染っていうのも控えていただきたいなというふうに思っております。その分ね、桜井さんだったりその周りのメンバーがたくさんこうテンション上げ上げでね、上げ上げでね、盛り上げてくれるんじゃないかなと思います。歓声を出せないからこそ楽しめる演出なんかもね、考えてくれるんじゃないかなというふうに思っております。あとは終演後はね、規則、規制退場を行いますということで、これもその感染防止対策の一つとしてね、規則、規制退場っていうのをやってます。これ毎回規制退場やってるんだけども、みんな守らないですよね、正直ね。まあ私は結構守るタイプなんだけれども、まあ、ブロックごとに帰りますとかね、係員の指示に従ってください、みたいなことをね、言ってくると思いますので、それには必ず守りましょうと。あとは、場内の飲食禁止ということでして、まあ、これまでだったらね、東京ドームだったりとか、その名古屋ドームだったりで、まあ、開かれてるお店でね、ハンバーガーだったり、ポテトだったり、ジュースだったり、そういったものを、食べたり、飲んだりすることができたと思うんだけれども、まあ、今回はね、感染対策ということで、そういったところも禁止になっていると。なんで、会場の中でね、熱中症とかで倒れたりしないように、水分補給は事前にしておくとかね、涼しい格好で、ライブに行くとかね、そういったところは、事前に皆さん準備しておいた方がいいかなというふうに、私、管理人の T、思っている、おる次第でございます。ということでね、まあ、この辺の下の方にも、いろんな情報が書かれておりますので、必ずね、守っていただきたいと思います。はい。まあ、ここ注意ですね。下記に該当される方はご入場いただけませんということで書いてあります。まず一つ目が、ご自宅や入場時の検温時に発熱、まあ、37.5 度以上、や風邪症状等の不調のある方は入れませんよと。あとは、喉の痛み、あと頭痛、関節痛、息苦しさ、息の扱いづらさ、咳、下痢、結膜炎症状、味覚症状などの症状をお持ちの方、こういった方は、申し訳ないけれども、会場に入ることはできません、ということです。あとは、公演日前、
14日以内に新型コロナウイルスの陽性判定を受けた方、事前に医師に、自宅待機指示を受けている方、こういった方は入れません。そして、公演前日14日以内に新型コロナウイルス感染症長症っていうのかなの方と、濃厚接触がある方、これ入れませんね。とあとは、公演前日、公演日前から14日以内に政府から入国制限、入国後の、観察期間とを必要されている国、地域への渡航、並びに該当国の在住者と濃厚接触がある方、それから同居家族や身近な知人に感染の疑いがある方、こういった方はですね、ご入場できません。あと何回も書いてありますけれども、マスク着用の上ご入場をお願いしますということで、マスクを今忘れちゃったっていう人はね、急いでね、コンビニとか行って、あとグッズの売り場には確かマスク売ってたと思いますので、そこでね、早急に買った方がいいと思いますね。はい、ということで、下の方をね、必ず読んでいただきたいというふうに思っておりますので、皆さん、十分に注意していただきたいと思っております。はい、よろしいでしょうか。で、ちなみに私、管理人の T はですね、この愛知県の5月3日火曜日、このバンテリンドーム名古屋に行きますね。で、会場が15時で開演が17時なんだけれども、そのやっぱりね、このゴールデンウィーク中ということがありますんでね、やっぱり会場だったりその周りはもうものすごい混雑がするんじゃないかなというふうに思っているんですよ。だからさ、やっぱり早めに行動してね、早めのゆとりを持って行動していきたいなというふうに私も思っておりますし、まあ帰りもね、そんな焦ってお出かけしたりするんじゃなくて、この感染対策ということもありますんで、まあ落ち着いてね、行動していこうかなというふうに考えてます。まあ今回私一人で行くんだよね。そういったところは注意していこうと思います。で、もう一つ行くのが神奈川県のこの6月12日12日日曜日、これ日産スタジアムに、まあ、参戦しますよということで、もうすでにね、こっちはね、会場じゃなかった、会場周辺のホテルも予約済みになってますので、あとはもう行くだけということになってます。もう結構ね、ホテル結構埋まってたよ、みんな。もうここら辺行く人はもう早めにホテル取っとかないと、会場ないぜっていうところでね、早めに行動した方がいいんじゃないかなと思いますし、必要であれば新幹線だったり、飛行機だったり、そういったところの準備もしておく必要があるんじゃないかなと思っております。はい。ということで、見てきましたけれども、まあ、今回、今日からね、福岡が開催されるということで、せっかくだったら、福岡の名物、これ見ていこうかなと思います。検索しよう。福岡、ちょっと待って。福岡。名物かな。はい。グルメ天国。福岡に行ったら絶対食べたいご当地名物10選ということで、まあちょっと私はね、こう福岡本当は行きたかったんだけれどもね、遠いっていうのもあるんで、ちょっと行けないですよね。うわ、これうまそう。何これ、これ何これ、あ、明太子ということで、はい、番外編、福岡なら高級品種のイチゴ、あまおうのイチゴ狩りが楽しめるんですって。え、福岡ってイチゴ有名なんだ。知らなかったですね。近年大人気の品種、あまおうは福岡県だけでしか栽培していないブランドイチゴ。え、そうなの？皆さん知ってました？あまおうって福岡でしか作ってないんだって。あ、そうなんだ。じゃあ、せっかく行くんだったら、ちょっともしね、時間があったらね、このイチゴ狩り行ってみたいってのありますよね。イチゴ狩り楽しいよね。多分、イチゴ狩り行ったら、俺多分30個くらいイチゴ食べられると思うんだよね。うん。ちょっと大きいのがいいなとか、この形素敵だなって言って、潜ってるんですか、こう、取ってね、練乳にポッとつけて食べるっていうのがね、これがまた楽しいんですよね。ぜひね、福岡行った人は、このあまおうを食べに行ってはいかがでしょうか。はい。あとは、これどういうサイト？あ、こういう、あ、いちご。はい、ということで、はたか名物の大本命、実はいろんな食べ方が楽しめるもつ鍋。もつ鍋大好き。私もつ鍋大好き。これもう、これ見ただけでも腹減ってるもんね。さっきご飯食べたのに。皆さんもつ鍋好きですか？やっぱり締めは、ラーメンかな？なんだろう。うどんなのかな？これ何これ。ということで、やっぱりもつ鍋ですね。ちゃんぽん麺だって。
昔からの、もつ鍋の締めには昔からおなじみのちゃんぽん麺。こちらもスープと絡めて食べるだけでなく、ごまや各種調味料を加えてパスタ風にするなど、バラエティ豊かなアレンジで食べられます。だって。ああ、いいですね。もつ鍋大好き、俺。でもな、ちょっと暑いんだよな、今の時期な。でも、うまいもんだったら、暑くても食べられますよね。はい、いいんじゃないでしょうか。もつ鍋食べてください。あとは、明太子ですね。明太子大好き。ただね、明太子にオンリーで食べるっていうのは、やっぱりきついと思うんで、何かにこう、添えてある、明太子食べるとかね。あと、お土産でね、金福だっけ？金福っていうところの明太子有名ですよね。なんで、ぜひ明太子もね、お土産として買ったり、送ったりしてはいかがかなというふうに思います。はい。あとは、博多ラーメン。博多ラーメンといえば、やっぱ豚骨なのかな？博多といえば豚骨ですか？塩じゃないよね。これどう見ても豚骨だよね。ちょっとなんか、豚骨にしては、スープの色がちょっとこう、あっさり系な感じがするんだけど、どうなんだろう。長浜ラーメンって言うんだ。長浜ラーメンっていうのは、それ豚骨味なのかな。ごめんなさい。ちょっとラーメンにはあんま詳しくないんですけど、でも豚骨ラーメン俺大好きですよ。家の近くに美味しい豚骨ラーメン屋さんがあって、もうマジで毎、一番通ってた時は週4で行ってましたね。で、まあ、店員さんに顔を覚えられて、ちょっと恥ずかしい思いをしたっていうのはありますけども、まあぜひね、せっかく博多行くんだったら、博多ラーメン食べてはいかがでしょうかということですね。あ、これうまそう。これなんていうラーメン屋なんだろう。あ、一蘭か。一蘭ね。一蘭は知ってる。うん、これうまいよね。はい。あとは、水炊きですね。やっぱ鍋系。こういうなんか汁物系が多いのかな？やっぱり、福岡って。こういう鍋系もうまいよね。うん、水炊きうまいよね。あ、腹減ったな。あ、餃子。日本三大餃子の一つ。八幡の鉄鍋餃子だって。え、餃子有名なんだ。あ、そうなんだ。俺知らなかった。宇都宮と浜松の次に博多なんだ。博多じゃないか。どこ？北九州か。鉄鍋っていうスタイルなんだって。あ、水餃子。スープ餃子。水餃子じゃなくてスープ餃子か。はあ、はあ、か、餃子もいいっすね。でも餃子はな、あえて餃子をそこで食べる必要ないんだよなっていうのはちょっとありますよね。餃子食べるんだったらさっきの水炊きとか、そこでしか食べられない、この屋台でしか食べられないラーメンとかね、そういうの食べたいと思いますよね。うん。次は、うどん。ソウルフード、うどんだって。あ、これうまそう。肉うどん、これ。マジで腹減ったわ。うまそうですね。あ、こういうなんか、お店の佇まいもいいじゃないですか。にわかや長介だって。もしこのお店ね、行けるんだったら、ぜひ、せっかくね、行けるんだったら行ってみた方がいいですよね。あ、焼き鳥、久留米焼き鳥。焼き鳥いいよね。ライブ終わって、焼き鳥屋さん行って、ビール飲んで、一緒に行った人とこうおしゃべりするっていうのはね、最高ですね。あ、これ見てください。このジューシーそうな焼き鳥。もう私、焼き鳥も大好き。大好き、焼き鳥。コンビニ、セブンイレブンとかのレジ横に、焼き鳥売ってるでしょ。あれ見たら毎回買っちゃうんだよな。っていうぐらい焼き鳥が大好きです。はい。あと、お寿司ですね。うん、こういうなんかこう、なんていうんですか。これ何寿司っていうの？普通の寿司？あ、お寿司もいいですよね。あ、待って、これ。海を見ながらお寿司を食べられるっていうお店があるんだ。はあ、これ最高じゃないですか。最高じゃないですか。まあ、別に夜ご飯として食べなくても、まあ、場所によってはですね、こう朝ご飯としてお寿司を食べられるっていうところもあると思うんで、こういったところ行ってみてはいいんじゃないかなというふうに思いますね。これなんていうのこれ。梅が、なんていうのこれ。餅？これ餅なんだ。あ、これお土産にいいかもしれないですね。でもこういうのって焼きたてとかそういったものが一番美味しいんですよね。あと屋台グルメ。屋台いいよね。やっぱりさ、福岡っていうか博多ってこう屋台っていうイメージありますよね。屋台でこう知らないおじさんの横でね、知らないおじさんとこうご飯食べながら語り合うっていう、その時しか仲良くならないんだけど、あの人元気かなみたいな、たまに思い出すみたいなのがさ、いいんだよね。あー、屋台行きたいなー俺。
福岡に昔一回だけ行ったことがあってね、まあ、それも友達の結婚式で行ったから、あんまりその、なかなか楽しめなかったんだよね。ちょっとお土産とかは買ったけどさ。そういったところがあります。今回ね、ミスター・チルドレンのこの半世紀へのエントランスね、行く人。まあ、せっかくこの福岡に行くんだったら、旅行としてね、行くんだったら、そういった食べ物とかね、あと旅行とか兼ねてね、行けばいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、せっかくね、この今20分ぐらい動画撮影してますけども、まあ会場で待ってる人なんかはね、20分じゃ足りないよと、もっと動画、お前の動画見たいよっていう人もね、もしかしたらいるかもしれません。その人はね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に。これお礼の印ね。ありがとうございます。はい。でね、そういう人はね、せっかくなんで、私の YouTube チャンネルをね、ぜひ見ていただきまして、時間を潰していただければいいかなというふうに思っております。たくさん動画が一応、動画も集まってきましたんで、こういうね、セットリスト。言いますけれども。よいしょ。こういうね、ミスター・チルドレン30周年記念ライブ、半世紀へのエントランスのセットリストを大胆予想みたいなね、動画もあったりとか、あとは、これですね。皆さん。ミスター・チルドレンデビュー30周年記念ツアー半世紀へのエントランスにはどんな手を使ってでも参加しろというような動画もありますのでね、ぜひね、こういった動画を見て、会場で待ってる人なんかは時間を潰していただければと思いますし、あとこれからね、行くよっていう人、もう行ったよっていう人もね、こういった動画を見ていただければね、ミスター・チルドレンのことがもっと好きになると思いますし、今後の参考になると思いますので、ぜひね、動画見ていただければというふうに思っております。ということで今回の動画はね、もう何も考えずに動画を撮影始めちゃったんで、ちょっとグダグダ感があったかもしれませんけれども、ぜひね、このミスチルの部屋、このライブに行くときに見ていただければと思いますし、今後もね、ミスター・チルドレンに関する動画をアップしていきたいと思いますので、ぜひぜひこの今後の動画も見逃さないためにも、皆さんこんにちは。なんだ、チャンネルの登録をしていただければと思いますし、あとね、ツイッターもやってますんでね、ツイッターも遊びに来ていただきまして、このミスチルの部屋っていう風に検索していただければ、アカウント出てきますのでね、ぜひチル友になっていただきたいと思います。ちなみにこの私がこのミスチルの部屋ということでやってるのはね、ここにも書いてありますけれども、ミスチルファンの、ミスチルファンによるミスチルファンのためのチャンネルということでやってますので、ぜひね、こうみんなと仲良くなってミスチルについて盛り上がっていければなというふうに思っております。あとさ、今週の日曜日、4月24日、カンジャム。で、あと、なんだっけ、ミスター・チルドレンが特集されたり、5月13日には、ミスター・チルドレンがミュージックステーションに出るとかね、嬉しい情報がもうどんどんね、出てきてますよね。そういったところがありますんで、また今後もそういったところを踏まえてね、このミスチルの部屋、動画アップしていきたいと思いますんで、ぜひ、皆さん、よろしくお願いしたいなと思っております。はい。ということで、この半世紀へのエントランス、私も参戦しますけれども、もう全力でね、楽しんで、そして、ミスター・チルドレン30周年というのをお祝いして、これまで本当にありがとうねと、そして、これからもみんなよろしくねと、50周年に向けて、僕たちは、ミスター・チルドレンを応援していきますよという気持ちでね、やっていければいいと思いますんで、今から楽しみですね。本当に楽しみですよね。もう昨日夢見出てきたぐらい楽しみですから。本当に今日、このね、どこだっけ？福岡。行く人は全力で楽しんでいってください。そして、なるべくね、ネタバレはしない方がいいかなというふうに思います。ネタバレは私もしたくないですし、ネタバレを聞きたくありませんのでね、ぜひね、注意していただければと思います。ということで、今回の動画は以上となります。また今後もね、動画アップしていきますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。良いミスチルライフを。さよなら。